気がついた？運が良かったね。もし僕がいなかったら、君は死んでいたところだったよ。どうして？気が変わって、もう少し町に残ることにしたんだ。せっかくだから、最後まで見届けようと思ってさ。そうじゃなくて。ああ、どうして助けたのかって？僕もね、君と同じだよ。がっかりしてるんだ。絶望もないけれど希望もない終わり方にね。いっそ戦争にでもなればよかったんだ。そうすればきっと素晴らしい希望が生まれたのに。僕はそれを承知で君たちに捕まったんだしね。わざとだったっていうの？でも君はまだ終わってないよね。だって始めた時と何も変わらないし。だから君にはまだ頑張ってもらいたいんだ。素晴らしい希望が生まれるためにもさ、練りに練った計画を失敗して深い絶望を味わった君ならそれができるはずだよ。あなた本当にどっちなの？そんなのどっちだっていいよ。それよりさ、今度は君が二代目になったら？そのつもりがあるなら僕も協力するよ。ただし僕の時間の許す限りだけどね。僕には後で行かなくちゃいけないところがあるからさ。協力って？僕が君を育てるんだ。本物よりも本物らしい彼女の偽物にね。彼女のことを誰よりも憎んで愛している僕なら、君を彼女よりも彼女らしくすることができるはずだよ。キモい。
連絡を待ってたよ。とりあえず安心したよ。無事だったんだね。まあな。もうトアシティの外に出たの？通信が繋がるってことはそうなんだよね。ああ、神社にあった抜け穴を使ってな。生き残った要救助民も一緒だぞ。俺たちがよく知る男の身内が協力してくれたおかげでな。後で合わせるが、なかなか優秀な人材だぞ。その男よりよっぽど使える。とりあえずそっちの正確な位置を教えてもらえる？すぐに救助を手配するからさ。その前にお前に言っておくことがある。え？苗木小丸と深川東子はここにはいない。いない？え、どうして？説明は本人からしてもらえ。本人？お前へのメッセージを預かってきた。通信機越しで見づらいだろうが我慢しろ。お兄ちゃん見てる？私がいなくて驚いたでしょ。なんか最後まで心配かけてごめんね。あのね、言いたいことはいろいろあるんだけど、まずはどうして私がそこにいないのか説明しておくね。なんでそんなこと言い出すの？大人たちの復讐心を煽ったことに責任を感じてるから。けどあれはあんたのせいじゃないわよ。あんたが後悔する必要なんてみじんもないのよ。そうじゃないよ。誰かのせいとかじゃなくて、私が自分で考えたことだもん。だったらなんでそうなるのよ。あんたはこんな危ない町から出て平和に普通に暮らしたかったんじゃないの？それなのにこの町に残るなんて、そんなのまるっきり逆の行動じゃない。確かにそうだよね。あんた自暴自棄になってるんじゃないでしょうね。まさか。もう深尾さんにひっぱたかれるのはごめんだよ。だったらどうして？自分でも不思議なんだけどさ、さっき私がどっちも守りたいって言った時にね、それまでの怖い気持ちとか迷いとか急にどっかに吹っ飛んでっちゃったんだ。あんなに大きな敵を前にしてたのに、なんか勇気が出てきたんだよ。多分それが本当に自分のやるべきことだって自信が持てたからなんだと思う。でもここで私が深川さんや戸上さんと一緒にこの町から出てっちゃったらどうなるのかな。暴動を鎮圧するために未来機関がやってきて、この町の過去が知られたりしたら、それをきっかけに絶望の残党まで集まってきたりしたら、本当に戦争見たくなっちゃうかもしれないよね。さっきあの子が言ってたみたいにさ。だからあんたが白夜様の代わりにこの町の人質になるっていうの？私今まで深尾さんに頼ってばっかりだったし、自分で何かを決めたことなんてほとんどなかったけど、それって深尾さんと出会う前もそうで、だから簡単に諦めちゃってたんだと思う。でもね、どっちも守りたいっていうのは私がちゃんと自分で決めたことなんだよ。もちろん怖いし不安だけど、そんなの分かった上で自分で決めたことだから。
私は最後まで諦めないよ。ちゃんとどっちも守ってみせるんだ。バカ、明るく言ってんじゃないわよ。まったく、何考えてんのよ。そういうところは本当に兄貴そっくりね。お兄ちゃんっていうか、むしろ深川さんの影響じゃないかな。ああ、私だって深川さんとはずっと一緒だったんだよ。だからもし私が変われたんだとしたら、それは間違いなく深川さんの影響だよ。とりあえず私は大丈夫だからさ。あの監禁生活よりはよっぽどマシだし。だから私のことは心配しないで、深尾さんは戸上さんと一緒に戻ってよ。未来機関を説得できるのは二人だけなんだし、しばらくはこの町に干渉しないように言っといてよ。だからそんなに怒らないでって。怒るわよ。怒るに決まってんじゃない。ああ、もうなんで私がこんな町に残らなきゃいけないのよ。え、あ、違うって。残るのは私だけで。あんたが残るって言ってんのに私だけ帰るわけにはいかないじゃない。私だってあんたと一緒だって決めちゃってるんだし。深尾さん、大体白夜様の人質の代わりがあんたみたいなブラコンに務まると思ってんの？私とあんたの二人でやっとギリギリ白夜様一人分よ。だから私も一緒に残るわよ。私が自分で決めたことだから文句は言わせないわ。でも深尾さんはずっと戸上さんと一緒に帰りたいって。そんな心配なら無用よ。私と白夜様とのことなら大丈夫。離れていても二人の思いは変わらないもの。ああ、そうだな。え？白夜さん！近くにいようが離れていようが変わらない。変わらずに。何とも思わないままだ。白夜様？だからね、私がこの町に残ることにしたのは、誰かに強制されたりしたわけじゃなくて、ちゃんと自分で決めたことなんだよ。まあ私なんかが残ったところで何かが変わるわけじゃないのは分かってるし、お兄ちゃんみたいに誰かの希望になれないのも分かってる。だからね、私は待つことにするよ。お兄ちゃんたちが絶望の残党をやっつけて安心してこの町に迎えに来てくれる日をさ。あ、だけど焦らなくて大丈夫だからね。私はお兄ちゃんが来てくれる時までちゃんと待ってられるからさ。私には戸上さんから預かった銃があるし、それに深尾さんって心強い友達がいるしね。あ、それとね、お父さんとお母さんのことなんだけど、結局わからなかったんだ。後で私が行った時には拷問部屋の奥にはもう何もなくてさ、多分私があの子に見せられたのは前もって録画しておいた映像だったんだね。でもわからないってことはさ、どこかで元気でやってる可能性もあるってことだよね。だったら私はそれを信じることにするよ。じゃあ長くなっちゃったし、そろそろ終わりにしておくね。今度会う時はお兄ちゃんがびっくりするくらいに成長してるかもよ。私がお兄ちゃんを見てびっくりしたのと同じくらいにね。じゃあね、お兄ちゃん。そういうことらしいぞ。あの怯えているだけだったお前の妹がまさかこんなことを言い出すとはな。本当だよ。もうとっくにびっくりしてるよ。おい苗木、分かっているだろうな。俺たちはこの馬鹿げた争いをさっさと終わらせ、
あいつらを迎えに行かねばならない。あいつらの期待を裏切るわけにはいかないからな。そうだね。戸上くん、僕は決めたよ。もし次にこんな状況になったら、たとえそれがどんなに危険な罠だろうと、僕はそこに飛び込んでいくよ。自分の手でちゃんと終わらせるためにね。今の言葉を聞いて、あの学園でお前が言っていたことを思い出したぞ。え？希望は伝染するか。いいだろう。俺もしばらくはお前に協力してやるよ。せめてお前の妹と深川への借りを返すまではな。うん。Thank you.
さてと。ねえ、朝っぱらから大声出さないでよ。深川さんって朝弱いよね。私に内緒で夜更かしでもしてるんじゃないの？ あんたの寝相といびきのせいで安眠できないのよ。いびきなんか書いてないよ。寝相は悪いかもしれないけどさ。いびきだけじゃなくて寝言もだったわね。お兄ちゃんだって。う、嘘だよ絶対。だいたいそんなに安眠したいなら私と一緒じゃなくて一人で寝ればいいじゃん。ホテルなんだから部屋はいくらでもあるんだし。バカ言ってんじゃないわよ。幽霊が出たらどうすんのよ。幽霊すっかり信じるようになっちゃったんだね。だってあんたが取り憑かれたのは本当なんでしょ。幽霊は本当にいるんでしょ。苦手なものまた一個増えちゃったね。あんたのせいじゃない。ほらさっさと行くわよ。あたしらが目を光らせてないと連中はすぐに争いを始めるんだから。サボってる暇はないわよ。寝坊したのはそっちなのに。ねえちょっと待って。